こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミのテーマは控訴棄却とはです。河合夫妻が公判を打ち切る控訴棄却を求める方針であることが分かったと報じられております。河合夫妻の事件と言いますと、案里議員の参議院議員選挙において公職選挙法違反の罪で買収の罪で起訴されているわけでありますが、この起訴後の保釈というものの請求に対して却下、その後準抗告、特別抗告、さらに2度目の保釈も却下されたばかりと徹底抗戦が続いております。それに対して今回新たに、無罪を主張するという方針は当然かもしれませんが、加えて公判を打ち切る控訴棄却を求める方針だということが伝わってきました。控訴棄却とは何かと言いますと、刑事訴訟における手続き打ち切り制度の一種、つまり無罪っていうのはもう手続きが進んで結論が出る、控訴棄却はもう無罪有罪出る前の問題、手続き自体を打ち切るよというものでして、刑事訴訟法におきますと、例えば二重起訴、一つの事件について起訴されてるのに二重で起訴されちゃったよとか、またはその控訴提起の手続きに違法、ダメなことがあったよという場合には、もう有罪無罪判断せずにもう手続き打ち切るよというものがあります。今回それに当たるという主張、どんな違法があったかと言いますと、違法な司法取引を行った疑い、検察が現金の配布先、買収先とされている地元議員だと違法な司法取引を行ったという内容です。これが私もバイキングなどでコメンテーターとして発言させていただいたときに、司法取引的という表現しかできなかったように、実は司法取引って組織犯罪、企業犯罪、そのような対象となる事件が特定されて限定されてまして、今回のような公職選挙法違反は対象ではありません。なので仮にもらった側が正直に話せば起訴しませんよっていう司法取引的なことが行われていたとしたら、それは法律のルールに基づかない違法な手続きだと、それによって起訴されたのは違法な控訴提起であり棄却されるべきだというのが河合夫妻、その弁護人の主張となることだと思います。ただ、これに対しては、司法取引的ということであって、ただそれが立証ができるか、事実上、この司法取引のルールができる前でも、悪いようにはしないよ、正直に話さないと、覚悟せよっていう感覚で、良きにせよ、悪きにせよ、その圧力っていうのがあって、今回も事実上そういうことがあったかもしれませんが、果たして手続きが打ち切られるほどまでなのかというところは判断を注目したいと思いますが、なかなか厳しいのかなっていうのが個人的には思います。さらに、これが打ち切られることなく裁判続いていった時には、警察官または検察官の前で話した供述調書というものを弁護人側は不同意って形で証人で陳述、証人出てこいやると思いますが、ただその場所で当初の供述調書と違うことを話した、または証言に出廷できないとなると、検察側としてはその供述調書を証拠として出してくる、でその要件を満たした場合、出てくる場合には弁護人側は違法収集証拠排除の法則、違法に収集したそういった証拠は排除されるべきだっていう主張も今回同様、違法な司法取引があった、そこでできた証拠は排除されるべきだと主張されるかと思います。いずれにせよ、無罪の主張のみならず、やれる限りのことはやると、徹底抗戦の構えかと思います。今後に注目したいと思います。本日の横粂ゼミは以上です。